んにちは、木更津です。お初の方は初めまして。そうでない方はいつもこんなヘッポコ動画を見てくださってありがとうございます。素晴らしきこの世界実況プレイパート73、今回は7日目に入ったところから進めていきます。ここはまたスクランブル。嘘、1日経っちまったか。7日目か。ビート意外に結構長生きしてますよね。おい、お前手が透けてる。嘘、女の気合で何とかしてやる。俺はまだ消えるわけにはいかねえ。俺はライムを助け出すんだ。それまでは絶対消えねえぞ。おい、ネク、俺にはマジで時間がねえ。分かってる。早くスベア川に行こう。ああ、今日で全ての決着をつける。ということで、駅ガード下の方でしたよね、スベア川って。増えてんのかな。いらっしゃいませ。何も増えてなさそうですよね。これ買っとこう。マスターバッジにしようと思って育ててたら進化しちゃって別のになっちゃったんですよね、確か。またのご来店お待ちしております。いらっしゃいませ。これも、あ、これを1個持ってんだ。マスターだね。でもマスターバッジ1個あるんですけど、進化せずにマスターになっちゃったやつだと思うので買っておきたいと思います。機会があったら進化させたいと思います。うわ、また来たよ、ランダム死神。戦いましょう。難易度ハードだけどちゃんと倒せるかな。はっ、モグラのノイズが黄色いじゃない。本来モグラのノイズ、この間出たことがあるやつが黄色だったんだ。違う色だ。え、何それ、ドリル攻撃だと。そんなことするんだ。前のモグラはなんか爆弾出してくるのだけだったんだ。こいつらバックスまで避けるから嫌だ。よし、モグラ倒したか。なんかいいバッチ落としてくれたかな。人気のノイズはいいバッチ落としてくれたかな。落としてくれなかったらちょっとこいつら避けるからな。いやー、くらえ。あと1回、僕だから必殺技使っておきましょう。お前すげえな。お前らぬるいよ。ロリータエンブレム、何それ。あ、もしかしてロリータバットの進化系。ずっと進化しなくて、ロリータバット5、6個マスターにしたんですけど1回も進化しなかったんですよ。もし進化系だったら嬉しいな。進化させる手間が省けた。1000円をゲット。ちょっとマッチ確認しましょう。いらないのは捨てよう。これですね、進化しなかったロリータバットは。多分これの進化系じゃないかな。ロリータエンブレムってどこに入ったんだろう。これだ。敵をタッチで連打することで敵のそばへ移動して連続突きを出す。誰が、敵がどこにいても攻撃可能。スターダストレイピア。あ、じゃあ違うバッジですね。進化系じゃないや。レイピアじゃないもん、あれは。あとこれ、前買いました。インドリ君。やっとクエストアイテムゲットできたので、入手しておきました。これ、育てたいですね。こいつ、これ、攻撃力高い順に、こっち側から並んでるんで、こいつが一番攻撃力にくいから、
これを入れてみましょうか。敵をタッチで連打することで敵のそばへ移動してタッチで連打ね。ネクをスラッシュでしょ。上から下にスラッシュ。ネクをプッシュ。空間はタッチ。一回セーブして、ガード下の先に向かっていきましょう。新しいノイズが出るから一応戦っておこうかな。1回くらい。新しくなかった。もう最後空飛んでるからやっぱ頑張りたい。変え、なくなれ、言いたかったの。消えてよ、任せろになってた。攻撃がタイミングよく来るもんだから。私は死ぬんかな。なんか2チェインした勝手に。全部消してやる。何も変わってないの。乗ってきたぜ。そこだ。新しい機能を見ておくか。毎日でコンプリートわかるんだ。痛い、取られた。消えてなくなれ、取られた。バツの名前覚えてないけど。乗ってきたぜ。盗まれたし。からための邪魔してんじゃねえよ。やっべえ、これ負けるよ。遊んでる場合じゃなかった。消えてなくなれじゃ。
キャピコピコ、やべえやべえ。よし、勝った、ギリギリ。テク禁止ですけど、半分超えてるから。文句あっか、母ちゃんいいだろう。前からセーブしても先に行きましょうか。新しい敵も出てこないみたいですし。死神さんがいる。おい、数えきれないこの世の不幸を断ち切るためにこの救済の光を、さすればここは幸福な場所となる。すなわちそこは素晴らしき世界。ダメだ、反応がない。みんな同じことは言ってるんですよね。お、はてなはてなはてな、進めるじゃん。壁が壊されてる。マジかよ、禁断野郎がぶっ壊したのか。あいつもコンポーザーの居場所を知ってやがったんだ。まずいぜ、先越されちまう。落ち着け、まずはゲームマスターが先だ。ライムを取り返してからじゃないと。わかってる、鉄仮面だ、鉄仮面を探すぞ。渋谷川、ヨシアが行きたがってた場所だ。この先にコンポーザーが。本当に金駒さんがいるのか。ほら早く行くぞ。ああ、お、またもしかしてランダムなのかな。これはこいつは数えきれないこの世の不幸を断ち切るため、この救済の光を、さすればここは幸福な場所となる。すなわちそこは素晴らしき世界。来るぞ。なんでこういうタイミング悪い時にこのランダムの戦闘が始まるんだよ。お、こらさんが。いや、こんにちは、もくらさん。やっぱ爆弾攻撃の放ってなかったけど、書いてましたよね、カップラが。で、150もう、けるんだね。さあ、バックラ、よかったよかった。この穴がいっぱいある。黄色いモグラさんも確か穴に3つしかなかったんです。乗ってきたぜ。この移動が速いの。乗ってきたぜ。この任せろ。このもう一つおまけだ。どんどん増えてる。さっき5個だったの、6個。やばいやばい、あーすげえ食らった。乗ってきたぜ。マジやばかったぜ。変なことブツブツ言って。だから何なんだよこいつら。宣言をゲット。本当空気読んでほしいですよね。え？なんだ？メールか？何？小西は影と幻影を、影と幻覚を使う。目に見えるものはすべて偽りだ。小西は常に白い闇に身を隠して戦っている。まずは禁断ノイズを混沌の中に投げ込め。彼女の本当の居場所を探し出すんだ。そこから君たちの本当の戦いが始まるだろう。追伸、影に気をつけろ。なんだこのメール。
金駒さんからじゃないかな。鉄仮面からか。親切に自分の技を教えるやつはいないだろ。そうだよな。じゃあ誰からだ。わからない。多分羽駒さん。とにかく先に進もうぜ。そうだな。ここ BGM ないんですね。罪深き者の道。一回セーブして、敵がいるかもしれないんで一回スキャンしてみましょうか。なんかここだったら新しい子いないかな。うわぁ、あのでかいノイズシンボル強いから嫌なんだよな。お、紫色のツキネと紺色のタイルだぞ。本当だ。もう数だけ多くて数つきてからわ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 ら。どこか捕まるの。倒れてる。は S だけどダメージいいって。もうなんか新しいバッジ拾いましたね。いらないやつは、おい、進化するタイプだから予備を持っておきましょう。で、どこに来たんだ、これ。ボックス。猫をスラッシュすることでその方向に小さな炎の玉を飛ばす。炎の玉や敵や壁に当たると反射する。攻撃力100。強い。育てよう。あ、天使クラスは。そうか、こいつが135の攻撃力のやつがいるから育てれないのか。じゃあこいつ外してエンゼルマグナムを入れておこうかな。どこだ？あった。あともう一個なんか拾いましたよね。青色っぽい。これだ。アクアポーン。空間をタッチすることでその位置に動かない水球を出し、当たった敵にダメージを与える。敵が当たると水球は反動で移動する。アクアゴーストとかと同じような感じですね。スプラッシュポイント。進化はしないし、威力も上がらないと。じゃあこれは育てなくてもいいか。B クラスだし。セーブして先に進みましょう。と思ったけど動画の時間がちょうどいいようなので、今回はこの罪深き者の道に来たところで、終了にしたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。次回は、ストーリーをもう少し進めたいなと思うので、もしよかったら見てください。それでは